アイテム番号 SCP-99999-JP-J。オブジェクトクラスフアズ開けてる。特別収容プロトコル、SCP-99999-JP-J は、途上空に座標を設定したサイト、8999内の順位 XX 式公共遺体大型収容ユニットに高純度の TD 吸薬剤を充填した状態で収容されます。SCP-99999-JP-J の活性化に備えユニットの周囲には格闘術、錬金術、超心理術、拘束術、魔術に長けた警備スタッフ12名を配置して48時間の交代制で監視を行ってください。SCP-99999-JP-J の活性化が確認された場合は電磁拘束連鎖を使用してクローンエージェントと警備スタッフによる即座の拘束を行い、さらなる被害の拡大が予測された場合は機体処置構成部隊へ指示権の移行を行った後に新日本共和国軍と共に連携して SCP-99999-JP-J の確保を行ってください。説明 SCP-99999-JP-J は2500年月日に発生した SCP-1JP に関わる事案の際に、独立国括弧旧、県括弧都市の地下に存在する遺跡から発見された有機的な特徴を持つ霊的新生人型実体と思われる存在です。SCP-99999-JP-J は、削除済み、検閲済み、データ削除済み、にて構成された希少繊維状物質や有害指定樹脂に酷似した未知の生態組織でできた体を保持しており、頭部と胴体に描かれたシンボルは過去に日本国内で使用されていた言語で、生命の終焉、悪意を持つ神格存在、を意味していると古代民族学研究班は解読しています。SCP-99999-JP-J は極めて敵対的で現実改変能力と再生能力を持ち、素早い動きと二対の腕のうちの一対に備わった未知の材質の刃物状の部位にて周囲に甚大な被害を及ぼすと考えられています。この他には目視した人間の動きを一時的に止めて致命的な隙を発生させる認識汚染、外見を形容する際に混乱をもたらすミーム的性質が確認されています。財団のフェイス、チームは蒸気の特異性に関して5世紀前の財団神話との関連性を指摘していますが、その情報に合致する事実は確認できていません。SCP-99999-JP-J が出現した遺跡内部からは SCP-99999-JP-J に関する情報の記述された古代文書が発見されており、文書内には SCP-99999-JP-J が世界を消滅させる力を持つ神格であるという記述の他に SCP-99999-JP-J によって引き起こされる様々な異常現象が記されていました。上記の事実から SCP-99999-JP-J は SCP-5000-JP との関連性及び XJ シナリオを引き起こす可能性があると判断されたため、O99 評議会の指示によって特殊なオブジェクトクラスが割り振られ半永久的に実験、接触が禁止されています。文書1。最強のモンスター。名前じゃ悪なる破壊神や未属性。どんな攻撃も効かない悪魔戦士と天使が融合した体速い不死身悪魔族。ゴッドソードどんなものでも切り刻む皆殺しにする。12本ある。若い光線レーザーを打つよけられない。再生力傷が治って死なない核爆弾が落ちても治る。死の力みんな死ぬ、触っても死ぬ殺す力。ブラックカオスオブリガード闇の力で世界を滅ぼす。ドラゴンを殺す力ドラゴンを殺す。全部の属性の力が使える。メタルバリアー全ての攻撃を跳ね返す。どんなことでも考えただけでできる力。わわわわわ、人間を皆殺しにして、世界を壊すために666年後に、復活するぞ。文書に。2年3組山下隆。夏休みに、お父さんと一緒に、ホームズで材料を買って、工作をしました。難しかったけどお父さんが手伝ってくれたので、完成しました。名前は邪悪な破壊神です。
橋くんの作品はとっても大きくて怖くて先生とてもびっくりしました。よく頑張りましたね。でもお父さんに手伝ってもらうのはちょっとずるいですよ。次の夏休みは頑張って一人で作ってみましょう。ホイ財団の翻訳班によって文章の解読が進められた結果、26年月日に SCP-99999-JP-J の活性化が始まる可能性が極めて高いことが判明しました。現在 SCP-99999-JP-J の死滅的活性化に備えてゴムク &DCC 世界オカルトマーシャルカーター&ダーククール連合トジとの協定のもと、特殊機動部隊の編成が行われています。また、文書内からは SCP-99999-JP-J を生み出した人物の名称とは別にその補佐を行った存在や素材を提供した未知の団体の存在も示唆されており現在も調査が進められています。